はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はね、こちらのガチャ動画ということなんですけれども、ちょっとね、セーブしたいなーって思ってるから、もう今回も100連。ちょっと前にさ、コルル動画上げた時も100連だったよね。でも俺正直コルルは後悔してんだよなー。コルル、あんなに闇で使われるようになるとはな、俺も欲しいんだけど、ちょっとコルル諦めちゃったんですけど、ちょっと今回も100連、まあ大丈夫、持ってなくても大丈夫かなって思ってんだけど、ちょっといざとなったら、次、リンクス溜まったら切るわ。ミザ、リンクスを切り続ける。現在ゼロだが、まあ次のリンクスを切ろうと思いつつ、こんな感じですわ。ちょっと回していきたいなというふうに思います。まあ、今回100連限定なんだけどね、サティロスも実は欲しくて、サティロス。こちらの召喚効果が、リリーのなんか、あれだね、3アビを敵が特殊技使用した時に味方全体の HP 回復みたいなのついてて、95Hz のオート放置編成とかだったらすごい使えそうな感じだから、ちょっとサティロスはね、1枚キープしておきたいかなっていうような狙いとして、今回は新キャラ2体。新キャラ2体とサティロスを狙って回していきたいと思います。まあ、100連以上は回さないようにしてるんで、ウィスお願いします。いやーでもなー、正直なんか土属性としてなんかジェシカとアイルはぜひとも合わせたいなっていう、おっと欲があるんですよねー。サティロスが早速俺に引いていく。引いていく。生放送してなくてよかったね。生放送してたら、はコメントに溢れてた。はコメントに溢れてたと思うんですけれども、今回はよかったと思います。はい、20連目いきまーす。ういっす。まあ、今回はもう課金もしないように、貯めておいてるから、もうモバコインとかも3万ギリギリにしてるんで、ういっす。まあでも今回のな、水着キャラクターとかは、まあ割かし控えめな印象だけど、俺の中で。どうなんだろうな、エウロペ使うかな。いや、強いとは思うんだよ、エウロペ。エウロペ強いとは思うんだけど、まあ使い道はあるとは思うんだけど、なんかこう、従前に使うにはさ、少し遠くなったじゃん。スタックが5溜まんないと、サポートアビリティのスタックが5溜まんないとなんか全体化しないみたいなのあったと思うんだけど、なんかこう、奥義の再発動しないとか、ちょっとそこら辺で使いづらくなったのかなって印象ではあるんだけどね。ただまあ、1アビで防御低下ができる、おっと ?1 アビで防御低下ができる、スノーマイだ。サティロスできれば4突して、サティロス4突すると、なんか今ダメ化が 20% らしいんだけど、ダメ化 20% らしいんだけど、そのダメ化が50まで上がるらしいっていう話で、ちょっとサティロス狙ってたんだけど、出なかったわ。うん。まあちょっとエウロペはどうしたいのかな、自分がどうしたいのかがわかんねえ。何か欲しい欲しくないじゃない。自分がどうしたいかだろうが、ドン!ルフィ。俺の中のルフィがそうやって叫んでるんだよな。心が叫びたがっている。最後の虹が、まだロマンないんだよね、ロマンない。じゃ、サティロス50、おこれ、あれじゃない、ランベ来たんじゃない、ランスロット&ベイン。行くよ、1人目が虹。ビーラ、守る、俺、ビーラ、守る、俺、超ビーラ。え、これあれじゃん、水着アイルじゃん。トロピカルバンテージ、多分。そっか、持ってなかったんだ、水着アイル。アイルだ、世話になる。この海で一番波が高い場所はどこだ。波が一番高いところを制しようとする、ちょっと前ポイントあるんだな。あと30連。いや、アイルが来たってことは、つまりジェシカも、追ってくると。アイルを追って。人質にしてるか、今俺。俺的には。お、いいのか?ジェシカ。ジェシカいいのか?お前。俺がアイルを人質に取ってんだぞ。早く出てこい。あなたは包囲されている。あなたは包囲されている。早く出てきなさい。早く出てこないと、弟の命が、ハデスはもう3突持ってる。弟の命が、やばい、あと10年しかない。ちょっと何も、何の成果も得られずに終わってしまうんだが、水着アイルしかいない。早く、呼び水呼び水、ちょっと待って、ランベも出てねえんだけど。ちょっと待って、ランベも出ねえぞ。マジか。新キャラゼロなんだが。ちょっと6、あと20年やっていい?あと20年。ちょっと待って。頼みます。
帰れないんです、もう帰れないんです、助けてください、助けてください、なんでこんなに、なんでこんなおかしいの、ちょっともうこれ終わり、これ終わり、ちょっとマジで新キャラだ。解散。